い、皆さんこんにちは、しらたんです。はい、今回はですね、3ヶ月ぐらい前かな、春先乗りコーデって言って予算1万5000円でザラ、ユニクロ、GU でそれぞれその予算内で組める海外コーデっていうのを紹介したと思うんですけど、その動画がすごく好評で、シーズンごとにぜひやってくださいっていう声をいただきまして、3ヶ月ぐらいも経ってますし、そろそろ夏がね本格的に来るのではないかということで、夏服っていうこともありまして、予算1万円でザラ、ユニクロ、GU で海外風コーデ組んでいこうと思います。今から早速買い出しに行ってきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速ね、今から買い出しに行こうと思います。どんな感じになるのか、ザラは私はね普段からチェックしてるんですけど、ユニクロと GU はあんまりチェックしていないので、どんなものがあるのか不安ですが、いろいろ見に行ってきます。ということで行ってきます。バイバーイ。はい、ということで帰ってきました。うわ、疲れました。いやでもね、今回結構やりやすかったです。しかもユニクロと GU の方が早く決まりました。ザラよりもやっぱザラが一番組みやすいのかなと思ってたんですけど、予算の兼ね合いもあったりとか、あとやっぱザラはちょっとね商品数が多すぎて、それを見るっていうのも大変なところはあったんですけど、でもなんか意外とユニクロと GU ではスムーズにパッパッパって決まっていったの で、しかもめっちゃ可愛いコーデできたと思うので、ぜひ皆さんお楽しみに。ということで買ったものを紹介して着替えてっていう感じでやっていこうと思います。はい、じゃあまずはですね、前回と同様こちら GU からいきたいと思います。 GU 私今回結構可愛い子で組めたと思うんですよ。じゃあまず買ったアイテム一つ目がじゃん、こちらでございます。メンズの T シャツをゲットいたしました。前回もねメンズを結構駆使してやっていったと思うんですけど、でも今回夏服は普通になんか白 T とかもありましたし、タンクトップとかも種類いっぱいあったりとか、普段海外っぽい子でするような方でも使いやすいようなアイテムもたくさんあったんですけど、やっぱりメンズとかも入れてあげるとより海外っぽいコーデができる気がするので、今回もねメンズのものを取り入れちゃっております。胸元にキツネちゃんがいるんですよ。これかわいい、めっちゃ。しかもこれ全部刺繍になってるんですよね、プリントじゃなくて。そのところもちょっとこんな感じで入ってたりとかするんですが、生地も結構しっかりしてていいなと思って買いました。こちらのお値段が1690円でございます。白 T はねどんだけあっても着れるのでマストアイテムじゃないですかね、夏はやっぱ。で続きまして2つ目、じゃらん、こちらでございます。ブラックのベストでございます。 V のねベストなんですけど、 T シャツにベストを重ねるスタイルが結構海外ガールの中では鉄板なコーディネートかなって思ってて、すごい見かけるんですよ、よくオーバーサイズな感じなので、 T シャツも XL にして全体的にゆるっとっていう感じで組んでみました。ベストなんですけど、ちょっとこう透け感のあるような生地でできてるので見えないかな、なので割と涼しく着られるようなベストになっております。サイドのところもちょっとスリットが入っていたりとかして、すごくしっかりとした感じのベストですね。こちらのお値段も1690円でございます。続きまして3つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。このパンツめっちゃ可愛くないですか、ギンガムチェック。あと確か赤色とブラックもあったかな。今年はやっぱこういうパキッとした色味っていうのが結構トレンドになってるかなと思うので、このカラーをチョイスいたしました。ちょっとゆったりと着たかったので L サイズにしました。丈感も結構長めな感じだったので、私は169あるんですけど、私でもいい感じの丈感で履けるパンツになっております。ウエストもゴムになっててね、紐もついてて本当にラフに着れるパンツでございます。こちらのお値段が1990円でございます。そして続いてでラストになります。ラストがじゃん、こちらでございます。これちょっとおまけみたいな感じなんですけど、 GU はやっぱ安すぎるので全然1万円でも今回も足りてしまったので、プラスアルファというか感じで買ってみました。こちらのヘアクリップ、ゴールドのヘアクリップ可愛いですよね、これとなんかお花のねミニクリップなんですけど、ちょっとまだどっち使おうかなって悩んではいるんですけど、これで全体的に髪の毛アップにしても可愛いし、前髪とかをこうってつけてあげてもなんか今変かもしれないけど可愛いかなと思ったので、どちらも合いそうだなと思ってすごいちょうどいいやつがあって買いました。これが3つ全部セットで790円でございます。はい、ということで GU の購入品はこちらの4点でございました。重ね着できちゃいますよ、1万円でびっくり。ということでこちらの合計金額が6160円でございます。
晴らしい。今回もですね、GU とかユニクロとかもしかしたらシューズまで揃えられたかもしれないんですけど、やっぱちょっとザラが厳しいんですよね、予算1万円だと。そうなので今回もシューズは自分の持ってるシューズで全部統一でいこうと思います。はい、ということでじゃあこちら今紹介した購入品でコーディネート着替えていきたいと思います。はい、ということで GU のコーデこんな感じになりました。いかがでしょうか。海外ガールの中でもちょっと可愛らしい系統の方というか、カジュアルめな感じの系統の方のファッションみたいにしてみたつもりですで、今回シューズは全部このニューバランスの530を使っていこうと思います。結構まあゆったりとした感じですごく着ていても楽ですし、サイズ感とかもすごいちょうど良かったです。この T シャツがちょっとチラッと見える感じだったりとか、パンツもねゴムになってるからちょっと落とすこともできるので、落としたらもうちょっとゆったりと着れたりとかもするし、丈感も本当に長めに作られてあってとっても高身長の私でも良かったです。 T シャツにねベストを重ねるスタイルがすごい海外感が出るんじゃないでしょうか。どうですかこれは別にインとかしても可愛いと思うので、多少ちょっとねごわついてしまうと思うんですけど、インしてきてあげても可愛いと思います。ヘアアクセもねこれ今お花のミディの方を使ってるんですけど、これでちょっと前髪とかをハーフツインっぽくしてみました。これだと可愛いなっていう方はこっちのゴールドの方を使って後ろでガーッとこういう感じでスッキリまとめてあげるスタイルでも可愛いかなと思います。やっぱりこっちの方がちょっと大人っぽく見えるかな、うん、こんな感じでねまとめてあげても可愛いと思います。はい、ということで GU のコーデこんな感じでございました。はい、では続いてのブランドがじゃじゃん、こちらユニクロさんでございます。ユニクロもですね前回ぶりに行ったんですけれども、今回もですね割と可愛いコーデが組めたんじゃないかなと思っております。なので紹介していきます。まず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。このポロシャツめっちゃ可愛くないですか。すごい可愛いと思って一目惚れでもうこれにしようと即決でしたね。やっぱりユニクロもですね前回も言いましたけど、メンズの方はもうほんとお姉さんな綺麗めな感じのアイテムがやっぱり多いんですよね。で、私は普段どちらかというとメンズっぽいアイテムの方が好きだったりするので、今回もメンズで探してたんですけど、このポロシャツ見つけてほう可愛いこれと思ってこれにしました。サイズは XL サイズで行ったり着たいなと思います。こちらのお値段が1990円でございます。ちなみにですねこれなんか2点買いでお得になるみたいな感じで書いてあって、もう1個買ったんですよねもう1個普通に買いました。可愛いと思ってこっちの色も買ってます。今回のねこうでもどっちでもいいんですけど、ぶっちゃけまあでもこっちにしようかなと思って今回グリーンの方を使っていきますが、この色もねすごい可愛いです。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。やっぱりユニクロはデニムを使いたくなりますね。ユニクロのデニム前も言いましたけど本当に形が綺麗だったりとか履きやすいものが多いので、今回もちょっとこちらを選ばさせていただきました。これ多分ね前回使ったデニムの色違いかな、おそらく同じところに置いてあったので多分色違いなと思うんですけど、今回もちょっと大きめに買ってあります。これが27のデニムなんですけど、前回が確か26だったかな、もう一個多分ちっちゃかったと思うんですが、前回よりももっとダボっときたなと思ったのでそれよりもワンサイズ上のものを選びました。腰落としてローライズな感じで着ようかなと思って、これがちょっとポイントかな。ストレートのデニムなんですけどしっかり長さもあって色味もすごい可愛い絶妙なカラーで、こちらもお気に入りでございます。こちらのお値段が3920円でございます。はい、ということでユニクロはねこの2つにしました。こちら合計金額が5980円でございます。安い2点っていうのもあってユニクロは GU よりも安い価格でコーディネートが完成しました。こちらの2点コーディネートを着替えていきます。はい、ということで2コーデ目ユニクロのコーディネートこんな感じでございます。じゃじゃじゃん、まあ、今回のこのコーデはもうめちゃくちゃシンプルです。そう、すごいシンプルで T シャツにデニムっていう感じなんですけど、やっぱこのサイズ感とかが結構ポイントかなって思います。海外の今のトレンド的に Y2K っぽいちょっとピタッとした洋服も流行ってますけど、逆にもうほんとダボっとしたメンズサイズぐらいのものを着てる方もすごい多くて、ヘイリーとかも結構ね
ローライズのパンツをダボっと着たりとかっていう子で多いと思うんですけど、そんな感じのイメージで組んでみました。このデニムもね、ゆったりめのものを購入しているので、ウエストのところで止まってローライズな感じで履けております。やっぱストレートシルエットなので、足もスラッと綺麗に見えるような感じかなと思います。なのでちょっとダボっとしすぎてるデニムとかだとあんまり好きじゃないなっていう方とかは、こういう感じで着てあげても可愛いと思うので、あえてサイズを大きめにして買うのもいいかなと思います。上のポロシャツも XL サイズなので、めちゃくちゃ大きめな感じですね。私でもお尻隠れるぐらいあるかな。ちょっと古着っぽい感じの印象があるかなと思うんですけど、やっぱこういうのにデニム合わせるとすっごい可愛いので、今回まあ定番な感じでデニムを合わせましたが、ハーフパンツとかでも結構可愛いかなっていう気がするので、そんな感じで合わせてもいいかなと思います。あとはあえてスカートとかと合わせてもね、可愛いと思います。ちょっとこう前をインしてあげても可愛いです。もちろんこんな感じで、ということで2コーデ目こんな感じでございました。はい、ということで続いてラストでございます。じゃじゃーん、こちらザラの購入品を紹介していきたいと思います。さっきちょっとちらっと言いましたけど、やっぱザラは点数が多いのですごい選ぶのが大変でしたね。どんなコーデにしようかなっていう、無限にできちゃうから大変だったんですけれども、可愛いコーデ組めたと思うので早速紹介していきます。まず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。 T シャツをゲットいたしました骸骨ですかね、これ。ブルーのプリントが入ってる、ちょっとチャコールっぽい感じの色合いの T シャツでございます。 T シャツすごい大好きでよく着るんですよ。なので今回ちょっとまあ T シャツ多くなってしまったんですけれども、サイズ感とかをちょっと変えてみたりとかしてて、実はこれですね、なんとキッズサイズなんですよキッズまでついに手を伸ばしたかと。しかもボーイズのやつですね、男の子の T シャツなんですけど、ちなみにこれサイズが8なので128cm って書いてあるんですけど、なんかこれ普通にウィメンズとかでもミニの T シャツだったらこのぐらいのサイズ感であったりとかするので、結構キッズとかをね見るのもいいなって思いました。今回見てみて、これ選んだ理由もうちょっとあるんですけど、またそれは後のアイテムを出した時に説明しようかな。こちらのお値段が1790円でございます。キッズだから1000円台っていうわけじゃなくて、結構普通のウィメンズとかでも1000円台の T シャツザラにもあったので、 T シャツは割とどこのブランドもそんなに大差はなかったですね、値段に。続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらのパンツをゲットいたしました。カーゴパンツになっております。マジで今季カーゴパンツめちゃくちゃ着てますね。ちょっとまたヘイリーの話になっちゃうんですけど、ヘイリーがマジで最近カーゴパンツ履いてるんですよ。あ、まだ履いてるっていうぐらいカーゴパンツめちゃくちゃ履いてて今。だから多分ね、これからカーゴパンツブームが来そうな予感するんですよね。やっぱヘイリーのコーデがすごい今人気だと思うし、ヘイリーが着ることですごい流行ったりとかすると思うので、そうだから結構注目して見てるんですけど、カーゴパンツ最近多いですよ。私にしては結構ね、珍しいカラーですよね。アイスブルーっていうのかな。これね、めっちゃ形が綺麗だったんですよ、マジで。超形綺麗で、丈感ももちろんしっかりとあって、ウエストはこんな感じでドロストができるようになってたりとか、やっぱカーゴパンツなのでサイドに大きめにポケットがついてたりとか、生地感もまあこうなんて言うんだろうな、作業着っぽい感じというかのパンツになってて、さっきね言ってたなんでこの T シャツにしたかっていうと、やっぱりこのカラーとプリントの色味が合うかなっていうのもあったんですけど、このパンツがローライズになってるんですよ。ローライズまあジャストかなぐらいで、とにかくまあハイウエストじゃなくってウエストが見えるぐらいの丈感になってるんですね。で、これにこういうダボっとしたやつを着ても可愛いんですけど、せっかくだったら肌見せができるような感じの丈感の T シャツが良かったんですよ。でもやっぱりウィメンズのものとかになってくると、サイズがちっちゃいものを選んだとしても肩幅が狭くなっていて絶妙な丈感っていうのがなかなかなかったので、だったらキッズとかの方が逆にあるんじゃないかなと思って見に行った時に、この T シャツが割といい感じの丈感で絶妙な丈感で着れたので、こちらのT シャツを選びました。今回ザラはもう結構思い切って Y2K っぽい感じなんですかね、ちょっとこうダサカワな感じのファッションにはなってるかなと思うんですけど、それが今のね流行というかになってるので、割とトレンドっぽいコーディネートにできたかなと思います。でですね、私1個ちょっと勘違いしてまして、あ、値段忘れてましたね。このパンツが6990円になっております。で、買い物してる時にこのパンツ私6000円だと思ってたんですよ。また約7000円じゃないですか。だけどこれが6000円で、
で、本日が、まあ、1700円、1800円ぐらいかっていうので、あとじゃあ、2000円ぐらいは買えそうなのかなって思っちゃったんですよ、勝手に。そう、なのでもう一個ね、買ってあるんですよ。アクセサリーなんですけど、プラスアルファでいいかなと思って買ったんですけど、そのアクセサリーが1990円なんですね。そう、だから、オーバーしちゃいましたっていう。まあでもプラスアルファなのでこれは、まあ、なくてもいいかなっていう感じではあるのでどうしようかなと思ったんですけど、まあでもせっかく買ったのでちょっと紹介します。こちらでございます。ビーズのネックレスなんですけど、やっぱ今回ちょっとさっき言ったみたいにポップで、ね、ちょっとダサカワな感じのファッションができたかなと思うので、こういうビーズのアクセサリーとか絶対合うなと思って探してたんですけど、これいいかもと思って買ったんですが、まあでもちょっとせっかくなので紹介させていただきました。はい、ということでゼラの購入品以上でございます。このねアクセサリーを入れないで計算すると合計が8780円でございます。この2つは1万円以内で買いました。ちょっとなんかわかんないけど、私の勘違いで入れてしまったこちらのアクセサリーを足すと合計1万770円になります。なのでちょっと770円オーバーしてしまいましたが、1万円を税込みにすると1万1000円になるなんて。せっかく買ったのでこれもねちょっとつけようかなって思っております。ということで着替えていきます。はい、ということで3つ目のザラコーデこんな感じでございます。じゃん、どうでしょうか。前コーデ割とジャンルの違う感じの海外コーデができたかなと思うんですけれども、今回のザラコーデはやっぱりちょっとこう3つのブランドの中では一番癖のあるような感じのコーデかなと思うんですけど、やっぱり置いてる商品っていうのが個性的なものが多かったりするので、今回このようなコーデを組んでみました。どうですか、この T シャツとパンツの丈感。まあ、普通にしてるとそこまでねめちゃくちゃ見えるってわけではないんですけど、ちょっとこう手上げた時とかにチラッと見えるぐらいの丈感で、割と私はすごく絶妙な丈感の T シャツが見つけられたのでとても満足しております。でカーゴパンツもねすごい可愛くて、今結構落として履いてるんですけど、このぐらい落としても可愛いし、もうちょっと上げてもね可愛いんですけど、ほんと形めちゃくちゃ綺麗ですごい気に入ってます。このパンツいろいろ使えそう、今後とも色味もすごい使いやすいのでデニムみたいな感覚で使えるかなと思うので回していこうと思います。でこの勘違いで買ってしまったネックレスなんですけれども、これはまあすごいいいアクセントになってるんじゃないかなと思います。はい、ということで3コーデ目ザラコーデこんな感じでございます。はい、ということでこんな感じで以上3コーデ紹介していきました。いかがでしたでしょうか。今回はですね、まあ予算1万円ということで夏服を組んでいったんですけれども、前回春服をね紹介したと思うんですけど、その時と比べて GU とかユニクロでも海外っぽい感じのコーデ組みやすかったなっていう印象があります。まあ、やっぱ夏はねアイテムとかも限られてきたりとかするし、あんまりこう重ね着とかもできない分、やっぱシンプルなコーディネートがね多くなってくると思うんですけど、海外もなんかシンプル系のコーディネート多かったりするので、そういう面では割と GU とかユニクロでも前回のその春コーデに比べたら結構組みやすいなっていう風に思いました。ただその中でもサイズ感であったりとか、あとはやっぱ前回に引き続きメンズのアイテムを使うっていうのが結構ポイントになってくるかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただけると嬉しいなと思います。まあ、やっぱ海外って言ってもいろんなねファッションのジャンルがあると思うので、その中でもちょっとこういう個性派な感じの海外ファッションが好きっていう方はやっぱりザラがいいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、というわけで今回はこんな感じで、前回好評だったので今回夏バージョンということでやってみました。私ちょっとこの企画定番化しようかなと思ってて、シーズンごとにやれたらいいかなって思っているので、またじゃあ次回は秋コーデでお会いしましょう。今回もね3コーデ紹介していったんですけど、みんなの一番好きだったなって思うコーデもぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。